好評により続編エルステップコンペ大会入賞者のアカウント大公開というテーマで本日もお届けしていきたいと思います。で今回はですねエルサロンのコンペ大会で見事3位に入賞されました西井さんとで動画を撮っていきたいと思います。西井さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では西井さんのことを初めましての方ばかりだと思いますのでまずは簡単に自己紹介お願いできますか。はい、わかりました。はじめまして、西井和志と申します。で普段なんですけどお仕事としてはフリーランスのエンジニアとして平日は働いておりまして、あとは最近は副業で土日ですとかあとは平日の隙間時間に L ステップの構築ですとか運用のお仕事もさせていただいております。でこのサロン自体はだいたい今年の1月くらいに入会してそこからも日々勉強しながら普段のお仕事に役立てているというようなことをしてますね。はい、ありがとうございます。 L サロンへの入会が1月っていうことは確かコンペ大会が2月からエントリー開始したんでしたっけ。入ってすぐエントリーいただいた感じですかね。そうですね。でこれは面白そうなイベントだって思ってもうエントリーしちゃいましたけどね。はい、ありがとうございます。じゃあそんな西井さんにですね私が今日たくさんインタビューしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは早速一つ目のご質問になります。今回 L ステップコンペ大会に参加したきっかけを教えていただけますか。今回参加したきっかけなんですけど、一つが今の自分のスキルをどれくらいあるのか客観的に評価するためですね。あとはそうですね、今構築ですとか運用もしてる案件もあるんですけど、当然今のままではなくてさらにスキルアップしてどんどん成果も出したいから、そういった目的で参加させていただきました。であとは設計の工程なども今回学べるということだったのでどういうことを注意すべきかとか学びたかったので参加をしました。はい、ありがとうございます。結構西井さんはすでに構築経験がたくさんある中でご参加いただいたかなと思うんですけれども、そんな西井さんにとってこのエルサロンのコンペ大会の方は率直な感想いかがでしたでしょうか。そうですね、これまで何案件か構築はしていたんですけど、ただ今回のコンペ大会の中で学ぶことも多かった、知らないこともかなり多かったなという印象を受けました。特にそうですね、納品前のチェックシートなどもご共有していただいてたんですけど、そこの中にもあこれ今までやってなかったとか、あこれやらないと確かに効率悪いなってことも多かったので、非常に今後の構築とかお仕事にも役立ちそうだなという感想です。はい、ありがとうございます。納品チェックシート懐かしいですね。チェック項目100個くらいあるんですよね。100個、多かったですね。多かったですよ。これ実はエルサロンの中のシークレット講座の中にも納品チェックシートありますので、ぜひエルサロン会員さんの方はこちらチェックいただければと思います。ちょっとお話しそれましたが、じゃあ今回エルサロンのこのコンペ大会で西井さんはどんなアカウントを作成されたんでしょうか。今回作成したアカウントはフォトシスタジオのアカウントですね。こちらを作成しました。で解決する課題としましては、だいたい撮影のサービスですと1回撮ったらもうリピーターがつかない、だいたい1回で終わって撮影次にするとしても別のサービス利用されてるって方が多かったので、今回はリピーター対策をメインでアカウントを構築しました。でマーケティング施策としては新規登録の時にアンケートでご年齢を入力していただいた後に、あとはその年齢をもとに奥さんの年齢が3歳になったらこのイベントの撮影案内しようとか、7歳になったら入学式の案内出そうとか、そういった配信も自動的にできるようにしてますね。はい、ありがとうございます。フォトスタジオのアカウントということで、そういえば西井さんはカメラマンのお仕事をされているという一面もあるんですよね。はい、そうですね、今ですとマッチングアプリ用のモテるプロフィール写真の撮影なども埼玉新都心でよく行ってますね。おお、そうなんですね。じゃあもし埼玉県周辺の方がいらっしゃったら西井さんに撮影いただける機会もあるかもしれないということですね。はい、撮影もお待ちしております。なるほど、ありがとうございます。ご自身でカメラマンのお仕事もされてる方が作ったフォトスタジオのアカウントということで、今回特にこだわったポイントなんかも教えていただけないでしょうか。そうですね、こだわったポイントとして大きく3つ力を入れていました。で1つができるだけシンプルなメニューにしようっていうのが1つで、あと2つ目は回答フォームもそうですね、ペルソナが見てくれそうなようなちょっとおしゃれなデザインにするように意識しました。であとは3つ目としては先ほどのア
カウントの説明でもご説明したんですけど、定期配信をしてクロスセルに役立てるということもこだわりポイントとして構築していましたね。はい、ありがとうございます。西井さんのアカウントで印象的だったのが、やっぱり回答フォームすごく綺麗だなと思いながらずっと拝見してました。もともとやっぱり本業がエンジニアの方ということで、カスタム CSS のところですね、すごく綺麗に制作追加されていて、回答フォームもいろんな使い方をされている、診断コンテンツで使ったり、よくあるご質問で使ったり、クーポンで使ったり、このあたりがすごく使い方ですとかデザイン面参考になる点もあるなと思いながら拝見してたので、ぜひ視聴者の皆さんにもご覧いただきたいポイントではありますね。いや、もうおっしゃる通りですね。もうぜひ見ていただいて参考にしていただければなと思ってますんで。はい、ありがとうございます。でこちらの西井さんの作っていただいたフォトスタジオのアカウントですね、株式会社マーケリンクの L データというアカウント、データ販売のアカウントでも販売をしておりますので、そこでぜひ中の画像とかもお写真でちょっと見れるようになっているので、ぜひチェックしていただければなと思います。じゃあこのデータ販売のアカウント、どんな人に買ってもらいたいとか、どんな人におすすめっていうところってありますか？おすすめする人なんですけど、初心者から中級者にも見ていただいて、いろんな方に学びがあるアカウントだなと思っています。例えば初心者ですと、さっき言ったようにシンプルなスタートプランでのリッチメニューの設定方法だったり、あとはタグとか友達情報をどういった風につければいいのかっていうのが初心者向けには学びになると思っています。で中級者向けですと、さっき言ったような定期配信の方法、スタートプランでどうやってるのかとか、あとは CSS でおしゃれに回答フォーム装飾するにはどうするか、あとはデータ移行時の注意点も動画も結構8つほど気になる点を撮影しましたので、その点が参考になるかなと思ってます。西井さん、ありがとうございました。初心者さんから中級者さんまで活用いただけるデータということですね。ありがとうございます。今回のコンペ大会ですね、まだ現時点では第2回の開催決まってませんが、今後もし開催される際には L ステップオンラインサロンのアカウントでご案内いたしますので、概要欄もしくは画面上の QR コードから友達登録の上お待ちいただければと思います。冒頭でもお伝えしました西井さんから視聴者さんへのプレゼントですが、今回西井さんはどんなものをご用意いただいてますでしょうか？今回いろいろ考えたんですけど、コンペ大会の最後で発表資料として作成したスライド、そちらをお付けしようかと思っています。で、はい、そちらを見ればだいたいこのアカウントでどういうことができるかというのが概要がおおよそ載ってますので、そこからどういうことができるアカウントかっていうのがイメージできるかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ今回西井さんも発表時の資料を共有いただけるということで、どんなキーワードをご用意いただいてますか？今回のキーワードはフォトスタジオ、こちらになります。はい、アカウントの通りですね、フォトスタジオということで、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん L サロンのアカウントの方にフォトスタジオということで送っていただきまして、資料をゲットしていただければなと思います。こちらもですね、アカウントの設計図としてですとか、クライアントさんへの提案資料の参考になるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。で最後になりますが、こちらのチャンネル登録やグッドボタン、とても励みになりますので、ぜひ西井さん3位入賞おめでとうという気持ちを込めてボタンをポチッと押していただければ嬉しいです。西井さんも本日はありがとうございました。今日はありがとうございました。じゃあまた次回どこかの動画でお会いできればと思います。バイバイ、はい、はい。